はい。それでは、なんとか画面共有できるようになりましたので、30秒のカウントダウンなしですが、始めさせていただきたいとはい。思います。山田さん、カメラとマイクをオンにして、入れますでしょうか？うん、って言いましたね。ありがとうございます。はい。出てます。これで今、皆さん、この3人の画面見えてることになってますので、よろしくお願いします。はい。それでは、LPW テクノロジージャパン株式会社、社長の山名修一様から、カンペタディティブの AM パウダーについてのご講演を、始めさせていただきたいと思います。山さんは、この業界といいましょうか、どんな形で入ってこられたんですか？もともと三菱商事がどちらかいらっしゃったんでしたっけ？あ、それはだいぶ昔何ですかね。そうですね。このカーペターアディティブというか、まあ、LPW テクノロジージャパンを、2年ほど前に立ち上げた、その時からですね。そうはなんでい。す実ね。質的には。はい。じゃあ、その前は特に、積層造形とか、あるいは金属の粉とか、そういうのは携わっていらっしゃったわけではないんですか？はい、違います。はい。そうなん新です参ね。者です。はい。あ、いやいやいや、とんでもないです そしたらですね、早速始めていきたいと思います。はい。シェアスクリーン、例のルーチンでできるかちょっと確認させてください。うまくいくかなと。あと、こちらで講演を聞きの皆様、ぜひ、画面真ん中、右の方にメッセージのアイコン出てると思います。で、左に矢印ついてますけれども、これを引き出していただくことによって、今ここに来てる人のリストですとか、それがまあパティシパンツを押していただくそのリスト見えるんですが、その右に Q&A があります。そこに入力していただくと、記名あるいは無記名質問することできますので、ぜひありましたら、どんどん、質問していただければと思います。はい、山田さん、大丈夫です。画面共有できてます。大丈夫ですか？私の方から自分の顔が見えない。チャットも見えない。そうなんですよね。それはそうちょっいうともかんななりんですね。低いところで申し訳ないんですけれあ、ども。わはかりました。はい。い。はい。問題があったらですね、私たちはい。こんな形で出てきて、はまたお伝えしますので。じゃあ、これで私と真鍋さん引っ込みますので、ご講演お願いいたします。い。はい。はい。はい。西村さん、ご紹介ありがとうございました。LPW テクノロジージャパンの山名と申します。今日はよろしくお願いします。会社名が LPW、ブランド名がカーペンターアディティブでございます。ちょっと今全画面で、私の方から画面しか見えてないんで、ちょっとやりにくいんですが、まあこういうものだそうです。今日はですね、カーペンターアディティブの AM パウダー、副題として、パウダー、プロセス、アナリシスということで、まあ、プロセスといっても、パウダーを作る製造プロセス、およびパウダーを評価するアナリシスということですが、そういうお話をさせていただきたいと思います。コロナもですが、地方によっては大雪ということで、皆さん、お疲れ様でございます。くれぐれもお体ご自愛していただけたらと思います。今日のメニューなんですけど、金曜日の、昼下がりということもあり、リラックスして聞いていただければと思いますが、かといって、退屈されてもいけないので、最初にですね、サムシングニューっていうものを持ってこようと思いまして、カーペンターアディティブが、ご紹介する新しいパウダー。これを最初にお話しします。で、次に、そういうものを開発、研究してます。カーペンターアディティブというところがどういうものなのか。これはもう昨今のですね、AM 業界のちょっと、縮図みたいなのも、部分も、パウダーの分野ですが、ありますんで、それをご紹介する。ここまでが、パウダーですね。で、その後、プロセスということなんですが、64チタンに関してですね、アトマイズ製法を大きく分けて2つあります。
そのガス対プラズマというお話をさせていただきたいと思っています。で、その次に、私どもの方で、まあ、パウダー屋なんで、パウダー売るのが仕事なんですけど、分析サービスも若干やっておりますので、そのご紹介をさせていただきたいと思います。ということで、まずは、まあ、新しいパウダーということなんですが、カーペンターアディティブではですね、まあ、一つの売りは、製品の品揃えが、かなり多いということです。いわゆる、まあ、カタログ品って言いますか、標準品ですね。まあ、それだけでも、ここにありますように、アルミ系、チタン系、鉄系、コバルト系、ニッケル系と、まあ、人揃いあると。で、この、まあ、いわゆる、まあ、カタログ製品に関しましては、イギリスの方にですね、まあ、常に在庫が10キロ単位でございまして、まあ、いつでも出せると。まあ、それでもちょっと、もっとクイックなデリバリーが必要だという場合は、私どもの日本のオフィスに、ある程度であれば、関することも可能でございます。で、その他にもですね、お客様のカスタム品にも対応しています。まあ、例えばですけど、非常に、酸素濃度の低い、まあ、ある合金をやってみたいんだというようなお話なんかも、まあ、時々お伺いします。まあ、そういうふうに、まあ、カスタムもあるということなんですが、ここではまだ市販されてないものをご紹介したいと思います。これがステンレス系の合金パウダー、カスタム465っていうんですけれど、カーペンターとそれからベルギーの BMT エアロスペースという会社の、まあ、共同開発になります。このパウダーはまだ正式には市販はしておりませんが、まあ、かなり開発がもうほぼ進んでいると。で、この BMT という会社はですね、航空宇宙系の、まあ、部品の大手メーカーで、まあ、主なお客さんは、エアバスさんとかっていうように聞いてますが、まあ、そこの要望でこんな AM パウダーが欲しいんだということで開発中ということです。で、特徴が、まあ、左の方に書いてますけど、まあ、要は、簡単に言うと、強くて、なおかつ、耐腐食性もある、ということです。まあ、ステンレス並びにですね、まあ、それから、私どもの方にもよく、マルエイジング鋼とかですね、お引き合いをいただくんですが、まあ、マルエイジング鋼、まあ、非常に、機械強度的には強い、材料なんですが、このマルエイジング鋼とカスタム465の違いはですね、まあ、組成的に言いますと、カスタム465は結構そのマルエイジング鋼に比べてクロム分が多いということで、強度的にはですね、ステンレスよりかなりいいけれど、まあ、マルエイジング鋼までには及ばない、なんですが、耐腐食性は、非常にいいですよと。まあ、そういうものです。で、これはまあ、もともと、はっきりした用途があるわけなんですけど、その他にも、いくつか、この特性、強くて、なおかつ、耐腐食性があるというものを活かせるところがあるんじゃないでしょうか。カーペンターの資料だと、ゴルフクラブなんて書いてましたけど、どうなんですかね。で、私が個人的に期待してますのは、まあ、日本やっぱりプラスチックのシャツ成形というのは、まあ、作る方、まあ、金型とかも、まあ、非常にレベルが高く盛んですので、まあ、その中でですね、まあ、いろんなその材料だとか、溶媒の都合で、腐食性のものを使わざるを得ないというような場合に、この材料が使われるんじゃないかと。このプラスチック、まあ、シャツ成形用の金型、ここの分野に、期待をしております。で、この465、申し上げましたように、まだ市販までは行ってないんですが、いくつか、カーペンターの方で部品を実際に造形しています。もっとも造形や、もしくは装置メーカーじゃないんで、これはあくまでもパウダーを売るためにこういうものも作ってみたということなんです。で、実際その前のページにありましたピニオンギアはですね、メタル AM っていう、まあ、読まれてる方もあると思いますが、この分野の雑誌の、まあ、表紙にもなった
造形物です。で、装置メーカーさんが出されるような、すごい大きな展示物じゃないんですが、こういう展示物を、いくつかも、私ども、カーペンターアディティブジャパンの方でも入手しておりますので、展示会でもですね、見に来て、来られると、見ていただくことも可能です。一応ですね、2月の次世代 3D プリンター展、これに出展するようにしております。この後どうなるかちょっとわかりませんが、私どもは、今の状況より、コロナがひどくならなければ、必ず出展してるつもりでございますので、もし、ご興味があればですね、ぜひ、スタンドを訪れていただきたいと思います。じゃあ次にですね、同じくやっぱりステンレススチールなんですが、メディカル系の分野ということで、これは医療機器メーカーの、依頼に基づいてカーペンターが共同開発したというものです。で、ステンレススチール系ではあるんですが、強度とかを、人性とかをですね、要求を満たしながら、なおかつアレルギー性が低いと。ニッケルとかコバルトがですね、完全なゼロではないんですけど、ほぼ実質的にこの用途ではフリーと言っていいと。そういうレベルでございます。で、インプラントだとかに使われるんではないかなというようになってます。これもまだ販売はしてませんが、かなり資料はございます。で、このメディカルですとか、特にインプラントの分野ですね、これはもう本当に欧米の AM では盛んで、カーペンターアディティブから、ケーススタディの資料が私どもに、お料理届けられるんですけれど、もう最近は、エアロスペースよりメディカルの方が多いんじゃないかっていうぐらい、メディカルの情報がありますね。で、今見ていただいている、左側は、チタン64の合金でございますが、非常に不純物が少ない。いわゆるグレード23プラスというものでございます。で、これは実はもう販売してます。で、これの強みはですね、やっぱりそういうとこ、アメリカ進んでまして、この ASTM の F のシリーズとかにも準拠していることを保証できますと。これが一つの強みでございます。それから右側の方はですね、ニチノールですね、形状記憶合金。こっちの方も、ケーススタディの資料とか出てるんですけど、まだ販売はしておりません。こういうふうにメディカルの分野は非常に多いんですが、日本ではなかなかこう、業界的に大きくなってないのが残念なんですが、そのうち、その状況が変わってくれることを期待しております。で、こういう情報ですね、私どもの方、カーペンターアディティブジャパンでは、不定期なんですけど、月に2、3本ぐらい、こういう、ニュースレター、メールマガジンですね、メルマガを出しておりましてですね、これも始まった頃は、テキストだけで全然つまらなかったんですけど、最近は写真だとか、表、グラフといった、データも載せれるようになりました。で、これは登録していただければ、適宜お送りさせていただきますので、その中で気に入った、面白いものだけでもですね、見ていただければ大変ありがたいと思います。はい。新材料としては、こういうことなんですけど、では次にですね、じゃあ、そういうものをご紹介しているカーペンターアディティブは、どういうところなのかということです。で、会社名はですね、カーペンターテクノロジーでございまして、これはアメリカでもうすでに創業130年の特殊鋼大手メーカー。
航空宇宙や防衛に強みがあるとありますが、まあ、日本でもですね、なんとか重工というような社名が付かれている会社さんにはですね、もう長年の取引があります。こういった分野でのその特殊鋼を作って販売しているメーカーです。で、この会社がですね、前から AM もやってたんですけれど、まあ、いよいよ2、3年ほど前にですね、これから AM だっていうことで、まあ、そこがやっぱり欧米流、まあ、どっとそのお金を投じてですね、いくつかの会社を買収しました。まあ、そのうちの一つが、結構日本でも知られております、LPW、イギリスでございます。で、実際どんなかだったかっていうと、まあ、これは左の方からどんどん買収していきましたっていうことなんですけど、もう2000年頃には結構、パウダー系もやってたんですけれど、2017年から一挙にその買収をやり始めましてですね、まずチタン粉末をやってる、ピューリウスという会社、それから、これはウェストバージニアにあるところですね。で、その次にカリフォルニアにありますカルラム。この会社は、まあ、サービスビューローというよりは、まあ、どちらかといえばコンサル会社でございまして、日本の会社でもコンサルテーションを受けている会社さんもいらっしゃいます。で、その後、まあ、LPW のイギリスを買ったということなんですが、実はこういうそのカーペンターアディティブの動きとは、全く別個にですね、もともと10年ほど前にベンチャーから始まった LPW、これをですね、日本でまあさらに発展させようということで、設立しましたのが、私ども、LPW テクノロジージャパンでございます。で、まあ、設立したらですね、まあ、すぐにその LPW が、カーペンターテクノロジーの、まあ、配下になったということで、まあ、ちょっとびっくりしたんですが、まあ、こういうその寄せ集め軍団をですね、カーペンターが、まあ、大変だったと思いますけど、なんとか取りまとめてですね、新しい、事業本部、まあ、ブランドとして発足したのが、カーペンターアディティブでございます。で、それだけじゃなくてですね、さらにその延長線上で、これまでもカーペンター、AM の研究所を持ってたんですが、まあ、さらに新しいエマージングテクノロジーセンターというのをですね、昨年、開所しております。ということでですね、私どもは、この絵の真ん中にあります、LPW イギリスの、まあ、ここの総代理店をやることに、なってたんですけど、カーペンターに、テクノロジーに LPW が買収されたことで、このカーペンターアディティブが、管轄してます、まあ、すべての AM パウダー系をですね、全部担当することになりました。まあそういうことで、まあ要は、少しビジネスモデルも変わりましたし、まあそれからいろいろとこのですね、選択肢が増えたという、まあそういう状況でございます。まあ、その、カーペンターテクノロジーなんですけど、まあここはざっといきますが、R&D 拠点4つあってですね、パウダーメーカーで、造形する方のビジネスには入っていく気もないんですが、まあ、いわゆる代表的な、造形機のマシンを、3D プリンターを結構持ってましてですね、で、そこで、実際に自分が造形をやって、評価をしてということをしております。で、それから、材料の、生産基地、製造基地としましては、まあ、非常に大きなアトマイザーだけでもですね、まあ、7つぐらい拠点があるということでございます。で、まあ、ここで一番大事なのはですね、英語で、恐縮ですが、下に書いてます、エンドトゥエンドっていうことですね。まあ、特にその航空宇宙分野ではですね、その原料のところから始まって、まあ、最終製品に至るまで、ある程度目利きができて、責任を取れないと、まあ、これから商売ができないと。AM の分野、まあ、分野によって違うと思いますけど、まあ、これが非常に大事になってくると思います。これがですね、その、
大きなアトマイザーを保有している7つの拠点というところの、まあ、写真なんですが、この中でちょっと2つだけ触れたいと思います。両端です。一番左のそのアラバマにあります。これはアメリカの南部のアラバマ州ですね。ここにはですね、もう本当に巨大なアトマイザー、高さ、ちょっと正確にはわからないんですが、20何メートル、本当に30メートルぐらいです。本当に巨大ですね。で、ここではニッケル系、まあ、インクネル系のですね、パウダーをいっぱい作っておりまして、やはり米国の航空宇宙関係のお客様にですね、大量に出荷しております。で、次に右端に飛ぶんですけど、イギリスのリバプール、ここがですね、実は旧 LPW でございまして、LPW の時代にはですね、自分たちでアトマイザーは持ってなくて、まあ、アトマイズしたものを買ってきて、ブレンディング、あるいはふるいをかけたりしてですね、カスタマイズして売っていたんですが、その中で、に今はもうすでに2つアトマイザーがございます。ここに VIGA って書いてますけど、これがバキュームイナートガスアトマイゼーション、まあ、いわゆる真空状態で、不活性ガスを用いて、まあ、アトマイズすると。で、もう一つ新しい製法技術で、EIGA と。これがエレクトロードインダクティブメルトガスアトマイゼーションって言うんですけど、まあ、日本語で言うと長くなりますが、電磁誘導溶解のガスアトマイズ。これについては、ちょっとまた後で触れたいと思います。ちなみにですね、そうですね。さっきのこの絵で、まあ、LPW がカーペンターに取り込まれたわけなんですけど、この中に所属している、まあ、いろんなメンバーの中で、やっぱりそのパウダーの品質管理、それから事業化ということには、この中でも、まあ、LPW がちょっと抜きんでたものがございまして、実際に、このカーペンターアディティブを統括してます、ジェネラルマネージャーは、まあ、旧 LPW の人間がやっております。それから私どもは日本の代理店としてカーペンターアディティブのパウダーを、まあ、輸入して販売してるんですけど、すべてですね、イギリスの LPW 拠点、まあ、こっちで言いますとリバプール UK ですね、ここから全部来るようになっています。すべての品質管理は、まあ、旧 LPW と言いますか、カーペンターアディティブのリバプールでやっているということでございます。で、まあ、パウダーとしては、まあ、いろいろございます。まあ、ここに出てますのはさっき申し上げた、いわゆるカタログ品でございます。はい。それから研究開発施設、4番目の研究所としてですね、米国のアラバマ州エイソン、まあ、ギリシャ語を読みしたら、アテネだと思うんですが、そちらの方に、大きな研究所ができました。こちらはですね、先ほどお見せした大型な、ニッケル合金アトマイザーがある施設の隣なんですけど、こういう、まあ、巨大なものだけじゃなくてですね、ちょっとこう材料を作って、研究をしてみるというような、まあ、小型のアトマイザーも用意しています。それから、まあ、中身は、こんな風に、なっていて、造形機もかなりいろいろ持ってますし、それから造形機だけじゃなくてですね、その後の金属加工、もしくはヒップですね、まあ、そういう後処理の工程に関しても、この研究所の中にかなり、準備ができているということです。で、この研究所を開所したのが、まあ、昨年の12月でございまして、まあ、実は私も、まあ、その後すぐコロナの話になったんで、まあ、訪問したことないんですね。なんで、まあ、今日も、もらってる写真で、こんなとこらしいですよっていうお話しかできないんですが、まあ、今の状況がですね、落ち着いたら、
まあ、ワクチンが効くようになってきたらですね、ぜひ日本の多くの皆さんにこの研究所を訪問していただきたいと思っておりまして、タイミングを見てですね、見学ツアーというのをですね、ご提案したいと思いますので、またその説にはですね、よろしくお願いいたします。はい。で、まあ、ここまでがパウダーの話でして、まあ、ここからちょっとその、製法ですね。まあ、チタン64をどうやってパウダーにするかという、まあ、そのアトマイゼーションの話なんですけど、今はですね、ガスでのアトマイズと、まあ、それからプラズマで使うアトマイズの方法と2通りあります。で、現状で言いますとですね、プラズマアトマイズのメーカーさんは昔からそのチタンに強くてですね、現在、チタン64チタンの、パウダーの世界市場の、70% はプラズマアトマイジングで製造されているということらしいです。で、まあ、これに対して、カーペンターの方は、このガスアトマ、EIGA、アイガの方にですね、かけておりまして、まあ、今日のお話は、プラズマアトマイズで作られたパウダーが主流ではあるけれど、アイガの方も決して、悪くないんですよ、というお話でございます。もちろん、プラズマアトマイズされているメーカーさんは、またそれなりに、ご意見とか、があると思いますんで、まあ、あくまでも今日のお話は、カーペンターはこう言ってるよ、ということでございます。で、今、まあ、似たような、絵が2つありますけど、まあ、大きな違いっていうのはですね、プラズマの場合には、一旦その、ワイヤーでですね、を作って、そのワイヤーをプラズマトーチで、噴霧化、一挙にもう熱をかけて噴霧化します。それに対してですね、ガスアトマイズの方は、もっと太いロッドのままで使える。という点が1点ございます。それから、プラズマアトマイズの場合には、そこに書いてます、トーチ、電極としてですね、まあ、タングステントーチを使うのが、まあ、普通なんですけど、このタングステンというのは、もし、コンタミがあったら、特に航空宇宙の分野なんかでは、まあ、大変になるということで、まあ、そのコンタミの恐れが、愛がはないと。まあ、それから、この電磁誘導して、アトマイズやってますんで、壁のとこまで粉末があんまりいかないということでですね、その防火壁のところに、パウダーが当たって、まあ、そこで何らかの反応が起こると、コンタミンが起こると、まあ、そういう、問題も軽減されますよということでございます。っていうのが、まあ、言ってる原理なんですけど、実際にですね、それをまあ実証しましょうということで、パウダーとそれから部品も実際に作ってみてですね、その機械特性とかをまあ評価しました。ちょっとだいぶ時間がなくなってきたんで、ちょっと急ぎますが、粉末に関してはですね、まあ、そんなに変わらないんですけれど、唯一その酸素含有量がですね、この上の方から、上の方の表の4番目ですかね、オキシジェン、酸素がありますけど、これが見ていただくと分かりますように、これは単位がちょっと抜けちゃってますけど、パーセントですね。プラズマ法の場合の 0.13% に対して、アイガンの場合には 0.10% と、若干ですが少ないと。で、あと、まあ、親密度に関しては同等と。で、じゃあパウダーがどうか。プラズマがですね、いいっていう言われる方は、プラズマの方が、綺麗な粒子になるんだと。いうことが、まあ、どっちかっていうと、世の中で、よく言われています。ただ、そうでもありませんよって、まあ、言っておりまして、アイガー粉末の方が、こうデータを取ってみると、若干微細であるけど、まあ、実際にその流動性を測定すると、決して悪くないと。まあ、それから、形状や密度に関してもですね、この写真見てどうでしょうか。まあ、統計的な有意差は認められなかった。ということですね。で、次に、造形をしてみましたということなんですが、あ、これ左側はですね、パウダーのデータですね。で、
まあ、そのパウダーを使って、造形した部品、パーツ、サンプルの、化学分析ですけど、まあ、やっぱり、より、多い、酸素濃度のパウダーで作ったものは、やっぱり部品の酸素濃度も高くなっているという結果になってます。で、まあ、ごく微量じゃないかっていう感じもしますけど、結構そのカーペンターの今からお見せする測定結果によると、この酸素量の差がですね、違いをもたらしております。実際にですね、まあ、引っ張りの試験とかをやってみましたと。で、これはですね、実は、プラズマの方がいいんですね、若干ですけど。で、その理由としては、酸素含有量がプラズマの方が若干高いっていうことが、まあ、この場合には効いてるんじゃないかとカーペンターは言っています。ただ、いずれにしてもですね、ASTM の規格を満たしているのはもちろんでございます。で、その他にですね、ヒップ処理をした場合でも、まあ、ほぼ、同様だったということで、まあ、あえて言うと、プラズマの方が若干いい。けど、まあ、ASTM F3001 は、の使用は十分ですよね、ということです。で、その他に、まあ、この断面とか見ても、まあ、これも、まあ、そんなに差は認められませんよと。それから圧縮とかもやってみると、まあ、これも実は PA の方が若干プラズマの方がいいんですけど、これもやっぱり酸素濃度の超、せいでしょうと。で、シャルピ、これになるとですね、吸収エネルギーはですね、PI 度の方がまあ若干良かったと。まあ、これは、まあ、クラックが発生しにくいことをまあ意味しているということです。まあ、やっぱりその差はですね、横にこうパーツを作った場合よりも垂直にこう重ねていった時の方が、まあ、より差が出るということですね。で、その他、顕微鏡写真とかでも、まあ、そんなに有意な差は、まあ、認められなかったですよ、ということ。まあ、初期疲労データに関してもですね、統計的な差は認められなかった。ということで、これらをまとめますとですね、まあ、簡単に言うと、その一部ちょっと差はあるかもしれないけれど、パウダー、もしくはそれを使って造形したものに関して、どっちがいいとか、まあ、いうレベルではないですよと。ただ、一つ申し上げたいのは、若干とはいえですね、アイガ粉末の方が、酸素含有量が少ない。で、これは、この、今日の、この中では、ちょっと時間がないので、申し上げられない、ご説明できないんですけど、他のケーススタディがございまして、チタンの64パウダーとかも、やっぱり皆さんリサイクルパウダーは使うわけですけど、リサイクルすると、まあ、当然ながら、酸素含有量がだんだん増えていくということです。実際にチタンを造形するような場合は、かなり酸素とかを抜いていると言ってもですね、いろんなところで、酸素が、との反応、チタンと酸素が反応していくということ、またそれがリサイクルするとですね、どんどん増えていくということを、まあ、カーペンターは別のケーススタディで立証しています。で、その時にですね、かなり重要になってくるのが、一番最初のバージンパウダーの酸素濃度ということになります。要は一番最初の酸素含有量が少ないとですね、まあ、粉末の再利用性が向上すると。まあ、そこからだんだん増えていくんだけど、使える回数が増えていくと。まあ、そういうことを主張しております。もう本当にチタン64に関してはですね、プラズマ勢が、まあ、私の知る限り結構強いので、アイガのパウダーもどうなんだと、まあ、試していただけるチャンスを与えていただけたらなと思います。はい。最後にですね、アナリシスということで、粉末分析のサービスなんですけど、これ、ま、ちょっと、当社、会社名は LPW テクノロジージャパンで、品川から近いところを、京急で住むのところにございます。まあ、商売としましては、金属粉末の輸入販売ですが、
まあ、皆様と関係づくりをするために、まあ、一つは物性測定サービスをやっております。で、この我々のラボの中にですね、こういう装置、ちょっと右側の写真で言いますと、モルフォロジーの写真を撮って流形の像やそれから流形分布を見る形、それから右上のものは多くの会社さんで持ってられる場合が多いですけど、LSD レーザー解析でですね、流度の流形の分布を一挙に見るもの、それから真ん中辺にちょっと青い小さな装置がございますが、これはカールフィッシャー水分計ですね。やっぱり日本は高温多湿なんで、結構その保管状態によっては、水分がですね、増えて、パウダーのリサイクル性に影響するということで、これはLPW の方から我々にですね、日本で実際にこういうテストをやるときには、この水分も測るようにしといたらいいんじゃないかというように言われたものでございます。で、それから右下の方はですね、これはいろんな流動性、流動した場合のエネルギーの変化とかを見れる非常に面白い装置です。これらの装置はですね、実はカーペンター・リバプール、旧 LPW と同じものを並べておりまして、なおかつ、その分析手法とかもですね、ライセンシーとして、LPW に教えてもらったものでございます。ちょっとカーペンターと LPW が未だに両方出てきて、ちょっと申し訳ないんですけど、カーペンターがブランド、LPW が会社名でございます。それからですね、それをですね、ざっと表にすると、パウダーの品質評価っていうのはいろんな項目がありまして、実は右側の方に出てます、元素分析、化学的なものですね。これもコンタミという意味では非常に、コンタミ分析という意味では非常に重要なんですけど、ここの装置になるとちょっと日本では持ってなくて、イギリスとかアメリカに頼むことになるんですが、左側の赤点線の部分、この部分に関してはですね、私どもの品川のラボにありますので、自分のところにそういうのを持ってるよってか、おっしゃる方はもう全然いいんですけれど、ちょっとその装置持ってない、あるいは、装置は持ってるんだけど人手が足りないというような時に、気安く、気軽に、お問い合わせいただければと思います。私どもの方はパウダーが売るのが商売でございますので、これらのサービスも、一応有償ではございますが、関係づくりとお付き合いを始めさせていただく最初の一歩としてやっております。本当に時間がなくなってきました。最後にですね、私どもこういうことやってますので、パウダーの、ご注文に関するお引き合いに関しては、今名前を出してます営業の工藤もしくは私の方にですね、ご連絡いただければありがたいです。はい、貴重なお時間どうもありがとうございました。山田さんどうもありがとうございました。すごいんですね。実は、カーペンターディというリンク 3D のお客さんに最近なっていただきまして、そうですね、ここでは使っていただいてるんですけども、あそこまで規模の大きい、事業されてるという認識がなかったもんですから。あのガスマートマイザーも、ものすごいでかいですね。そうですね。あれ、バッチで生産するもんなんですか？それとも。バッチですね。バッチですよ。うん、ね、はい、じゃあ、キロ単位、もしかして、トンはいかないと思うんですけど、それ。一回です。一回のバッチっていうんですか。アラバマにあるニッケル系の方は、実際にそこまで運転してるかどうか別にして、はい、トンに行きます。うわ、ということは、質問たくさんちょっと上がってるんですけれども、コストに関して。山田さんは今 Q&A 見れますか？はい、さっきまでは本当に全画面で画面しか見れなかったんですけど、今、はい、ですよね、今開けました。はい、なかなか答えにくい質問が多くございまして、でも、お答えいただければと思います。
一番質問多いのが、はい、4つ。あ、それで来ている皆様、もし初めての方、これ、質問がいろいろ出てて、はい、今数字がポンポンポンと上がってきましたけれども、誰かが質問していただいて、その質問に、どういただくというか、これも聞きたかったっていう時には、数字の上にある矢印を押していただくと、このような形で上に来てですね、この数字が多いのが、上に上位に来て、そこから質問させていただきますので。山本さん、アイガとプラズマでのコストの優位性ありますかと、はい、アイガの方が安いんでしょうかと。ですね、私が、経験した限りで言うと、特に昨年あたりですね、チタン系のプラズマメーカーさん、まあ、海外のところも、まあ、国内もありますけど、非常にその攪拌に力を入れられてですね、まあ、市場獲得だと思うんですけど、その頃は全然構わなかったですね。さっきご説明しましたように、原理的にはですね、アイガの方が安くなって全くおかしくないんですけれど、一時は構わなかった。でも皆さん実感されていると思うんですが、AM パウダーの値段、どんどん下がってきてます。で、チタンに関してもですね、カーペンターもまた下げました。まあ、その分我々にとっては、まあ、厳しくはなりますけれど、まあ、それでね、値段が下がって、マーケットが拡大していけば、まあ、それでいいんだと思うんですけど、まあ、そういう意味で、このお答え、簡単に言うとですね、見積もり取って、比べてみてください。ということになります。で、それと、まあ、もう一つは、まあ、仮にですね、まあ、どっちかが高い。まあ、例えば、アイガの方が、やっぱり、言ってる割には高いじゃないかとなった場合でもですね、それは今だと高かったかもしれないけど、半年後には変わってるかもしれませんよということでですね、まあ、その辺は、もうこの激動する AM 業界でございますんで、ぜひ、一回ダメでも、また、次のチャンスを与えていただければと思います。そうですね。こういったアディティブで使う材料について、いつもお客さんから聞くのがですね、日本のユーザーは、そうやって海外から輸入されてくる材料が多いので、どうしても高くなってしまうと。つまり、海外で買うカンペタンアディティブのパウダー、同じものより、日本で買う方が高くなってしまうと。いうことが考えられないこともないんですが、そのあたり、もしかしたら、御社の場合、日本法人になってますので、そのあたり世界的に同じような値段で販売できる、そんなことはありませんですか？それはちょっと難しい、答えにくいご質問でございまして、やっぱりアメリカとかではほとんどそのいわゆる Xworks 工場出しで出している、はい、一方こちらはですね、まあ輸入全部通関してお届けするまでみたいな、そういうその値段のその条件、取引条件、はい、受け渡し条件とかも一緒じゃないんですよね。まあそれとまあいろんな毎日の場合のトラブル処理とかも考えますと、まあ、なかなか一緒にはならないですけど、だんだんそうなっていくと思います。で、私どもも実は LPW ジャパンを、それがまあ今、ブランドとしてはカーペンターアディティブジャパンですけど、作った時にはですね、まあ作った時というか今もなんですが、アトマイズした後の工程、シービング、まあ、ふるいかけとかですね、はい、ブレンディング、それからパッケージング、その辺の品質管理というのは、日本でやろうという計画もございます。はい。まあ、そうなるとですね、アトマイズは、例えば、海外のでっかい、アトマイザーでやるにしてもですね、カスタマイズして出す方は、国内でやるとかですね、まあ、ちょっとそれがいつやるかって言われると、ちょっと今、お答えできないんですけど、うん、そういう計画は持っています。ちょっと質問の方で、会の方ではあるんですけれども、冒頭が2つ入っている方で、日本で装置を入れて造形サービスや研究開発を行う予定はございませんか？そうなると日本の業界の皆さんも潤うのですが、日本は粉だけ売るのであれば、装置メーカーにとっても美味しくないと。うん、まあまあ、今おっしゃられた通り、シービングする前の材料はドーンと輸入してきて、日本でシービングする可能性はあるということですよね。ただ、さすがにアトマイザーを日本に入れるっていうのは、まだまだ、まだまだ先なんでしょうかね。
そうだと思いますね。で、ここにで書かれているのは、まあ、造形サービス的なところに、あるいは、まあ、もうちょっと先の R&D を日本でやりませんかということだと思うんですけど、そうですね。まあ、アメリカの方に大きい研究所を作っちゃいましたからね。多分それがフルに動き出して、その後、まあ、さらなる展開は将来はあるかと思いますが、ちょっと今は、計画はないですね。はい、ありがとうございます。ですね。そうですね。これもちょっと山さんに来るのはあれなんですけど、お答えいただきにくいかもしれませんが、日本の特に AM 用金属粉末製造技術や生産能力が海外に対して強い点、弱い点があれば教えてください。日本のなんでね、なんともあれなんですけど、いかがですか？まあ、当社にとっては競合ってことになりますけど、まあ、皆さんやっぱり、やっぱり日本の特殊鋼メーカーさん、やっぱり、ね、カーペンターに、まあ、負けないぐらいの歴史と伝統もございますし、やっぱり皆さん、技術を、立派な技術をお持ちだと思います。ただ、どうなんですかね、やっぱりこの AM の分野が、やっぱり航空宇宙から発展、花開いてきて、今ちょっと航空宇宙はちょっと飛行機飛んでないですけど、その代わりメディカルみたいなのをこうやっていて、残念ながらどっちもちょっと日本は、ね、欧米に比べると小さい分野でございますよね。そういう意味で、やっぱりそのマーケットに近い、ユーザーに近いという意味で、まあ、欧米メーカーが、これまではちょっと有利性があったんだと思います。丸岡さん、まあ、これどうですか？は、おっしゃることはよくわかこれ近いっていうのは大事ですよね。ります。講演の中でもね、新しい合金のパウダーっていうのを、こう、ユーザーと一緒にやっぱり取り組むっていうか、開発するっていうケースが、やっぱり、かなりあって、ユーザーに近いっていうところは、海外としては、まあ、有利になるんだろうなというふうに思います。日本の特殊メーカーさんっていうのは、やっぱり車に近かったんでしょうかね、今まで。日本だと、まあ、多分粉末夜勤とか、溶車とか、そういっそうたですね。用途で使われてるところが多かったと思いますし、やっぱり特殊な、ね、刃物を作るための、粉とか、そういったところは、強いところがあるんじゃないかなと思いますけどもそうでね。すね。AM っていうとまたちょっと違う、目的とかね、違う作り方になってくると、そこはやっぱり一日の長っていうか、その海外が進んでるところっていうのはやっぱりあるのかなというふうに思いますね。なるほどね。これ先ほどちょっと出たんで、どうしましょうか。パウダーベッドフュージョン、PBF を実用部品製造に使う場合、製造工程で粉末の造形前の検査をするとすれば、どのような検査が一般に行われているのでしょうか。山さん、いかがですか。まあ、一番大事なのは、まあ、コンタミ。まあ、でも、これは、本当に、科学的、元素分析的な、大掛かりな、検査になりますので、それは、まあ、メーカーに、まあ、任せるしかない。まあ、それで、いわゆる、お客様が、ユーザーさんが、そのパウダーをこれから造形するよという時であれば、やっぱり、パウダーの流動性だと思いますね、一番は。で、要は皆さん結構リサイクルされるんで、まあ、そうするとだんだんこう、流動性が変わってくると。で、その流動性を見るテストもいろいろ、まあ、最後の方でご紹介したようにありますし、まあ、それからその要素としての、流動分布であったりとか、粒子形状であったりとか、あるいは水分量であったり、まあ、その辺のところが、もしうまくいかなかったら、なんか変わっていて、それでリコーティングがうまくいかないという可能性はありますなね。るほどね。そうですね。ありがとうございます。トレースの材料。これはもうカタログを見ていただくというのがいいですよね。蒸留後に表面処理も行われるのでしょうか。これは知ってる人に質問ですね。
ある時もあるらしいです。そうなんですね。はい。ただ、ただそれから、いわゆる、どうしても、リサイクルしない、何らかの、必要性があって、特殊な鋼材を一回パウダーを使って、その、リサイクルしたいんだけれど、余ったものをですね。それを、がそのままでは使えない。っていうような時に、リフレッシュするときに表面処理とかすることもありますね。ただ、これは極めて、レアでございまして、私の知る限り、その表面処理をこう、こんな風にやってますっていうのを、表だって言ってるのはほとんどないですね。うん、でも、はい、はい、でもゼロじゃない。でも、どこも粉末造形でリサイクルっていうのは課題になってますよね。うまく、次に使えるような粉になることと、あとその粉が何回使われてるのか、とか、そのあたりも、なんかこう、マネジメントがうまくできるといいですね。工程も含めてですね。LPW の時代から、いわゆるそのリサイクルをいかに最適化するかということで、パウダーライフっていうハードウェアとソフトウェアを組み合わせたシステムを提供しておりまして、日本でもお客さんいらっしゃるんですけど、なかなかまだちょっとですね、使いにくいっていうか、あまりにもその狙いが大きすぎてですね、なかなかここだけのシステムを使える会社さんは世界にも今のところまだ数社しかないだろうっていうレベルなんですね。で、カーペンターというか、まあ、LPW も、ちょっと反省しましてですね、少し、もうちょっと、使いやすい版をですね、現在、開発中と聞いておりますんで、はい、で、なんで、今日は全くその話はしなかったんですけど、うん、もしいいものができればですね、ぜひご紹介したいと思います。そうですね。その暁には、ぜひ、Link3D ともつながって使えるといいですね。カーペンターアディティブの GM が御社とはすごく親しいらしいんです。ちょっと詳しいことは聞いてませんけど、相当いろんなことが進んでるんだと思います。またいつか一緒に講演できるといいですね。丸岡さん、他に何かございますでしょうか？いえ、この、うん、時間ではこれで結構かと思います。そうですね。最後のディスカッションで、またちょっといろんな、はい、お伺いできればと思います。そうしたいと思います。宮本さん、今日はご講演ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。